ありでした。お嬢様は格闘ゲームなんてしない、星さん。クッソ激烈によくできた格ゲーユリ漫画。主人公は一般人の JK。その JK がクッソ金持ちしかいない、全寮制のユリ女子校に高校に通う。そこにいた無口でモブから高根のユリと言われている金髪のクッソ美人の妖精のような JK。ある時、その金髪が夜中教室でこっそりアーケードコントローラーを使って格ゲーしているところを目撃する。しかもオンライン対戦中で自分を煽ってきた奴をボコボコにして、ねえねえ、今どんな気持ち？押しているところを目撃してしまう。そこから、その金髪は主人公が実はレアなメス格闘ゲーマーではないかということで粘着して、昔格ゲーをやり込んだ血が騒いだ主人公はその金髪と格ゲーの対戦を始めるという漫画。ガチユリの描写がクッソ激烈にお上手です。ガチ勢が好きなユリキャラのデザインをしておりますし、その金髪は実は性格が小学生でしかも内弁慶といういわゆるユリ豚な人族にもフィットするキャラ設定しています。作画はクッソ激烈にお上手ですし、ユリ漫画家が多分作ったような作品です。さらにはこのユリ漫画は格ゲーに関しても格ゲーやり込んでいましたという感じのクッソ丁寧で格ゲー好きでしたというのがクッソ読者に伝わる内容であり、全体的にクッソ面白く、深夜枠で作画がお上手なアニメ会社がアニメ化してほしいとてもお上手なユリ漫画です。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル